マガジンチャンネル前回のあらすじここに可愛い三姉妹がおりますこの三姉妹の中から一人選んで結婚できますぞそしてうちの神社の後継ぎとなるのです じいさん、婿入りなんて話は聞いてないぞ俺はただの居候だろうそもそも、俺は医者になるんだ神社を継ぐつもりは。それはご心配なさらずに。花婿候補、上畑うり神社の偶司は、副業も可能なので、ふたまた OK です偶司、天上千鳥。 そういう問題ではないとにかくむこいりなんて話は受け入れられないそうですかそれは残念ですねせっかく兄弟を目指すウリュウさんのために兄弟進学率の高い高校への転入を考えていましたがそれでは居候の件はなかったことにふせつか者ですが よろしくお願いいたしますくここは耐えろ俺には帰る家がないんだ婚約なんてどうせそのうちうやむやになるだろうだが問題は婿なんて絶対にお断りだそそうだよねお付き合いもまだなのに結婚だなんて。 さすがに急で困っちゃいますよねそもそも神様を信じないような奴が神社をつくなど言語道断だでもどうするのおじいちゃんもすっかり乗り気みたいですよこうなったらやむをえんそれとなあく追い出そう作戦を決行する <laughs> 居候するからには家事手伝いをしてもらわないとなまずはまかないを作ってみせろ 面倒だなだがこれも居候させてもらうためさっさと済ませるか <laughs> どうだたったこれだけの食料ではまずまともな料理は作れまいこいつも観念して出ていくしかないだろうなんか料理漫画みたいな展開だねしかもこれ完全にフリじゃないですか たったあれだけの材料でなぜほらおいしいウリ生くんすごーいもういいか俺は勉強に戻るぞいいやまだお前にはやってもらわないといけないことがあるごちそうさまでした <laughs> 次は洗濯をやってもらおうか どうだ、乾燥機のない我が家での洗濯はなかなかの重労働だじきに嫌気がさして出ていくに違いないゆうちゃんゆうちゃんちょっとむ、ま、んだその私たちの洗濯物を瓜生くんに任せるのは <laughs> あ <laughs> うんおいこのブラとセットのパンツはどこだ見当たらねえぞいいから気にするな上下揃ってるとは限らないんだ恥ずかしいねなんであんな慣れてるんですかしかしやけに洗濯物が多いと思ったがなんでまたこんなにランニングウェアだらけなんだ お前たちの中に運動するようなやつがいるとは思えんがすみませんそれ全部うちのなんですそうなのか正直一番運動しなさそうだったが意外だないつの間にこんなきれいにウリュー君何でもできちゃうねお婿じゃなくてお嫁に行った方がいいのではんうん、うん かくなる上は次はお前に八重の部屋を掃除してもらう私の部屋そんなに面白くもない普通の部屋だようんこれのどこが普通なんだ <laughs> そうかなというわけでよろしく頼むぞ居候君。<laughs> アーあどんだけ汚いんだこの部屋しかもあの辺めちゃくちゃ異臭が漂ってるしなんか腐らしてるんじゃないだろうな油絵この異臭は絵の具の匂いかこう見えて八重は芸大生だからな意外と芸術肌なのか<ス> すごいウリュウくんありがとうねえユウちゃんここまでしてもらったんだしウリュウくんいそうさせてあげようよむむむむむむむまあ有能な男手でが増えたと思えばいいんじゃないですか <laughs> 短い間だったがお世話になりましたえどうしたんだ 急にキャパオーバーだこれらの家事手伝いを日課にするとなると一日に必要な勉強時間の確保が難しくなってくる俺は兄弟医学部を合格しなきゃいけないそもそも医者になればこの神社を継ぐことなんてできないんだだから俺は自分の夢を叶えるために旅立つ ナイトーマーシー先生の次回作にご期待くださいご愛読ありがとうございましたみたいになってますけどいいんですかもとよりそのつもりだっただろう作戦は見事成功したということだでも気になってついてきちゃったねもう 貴重な雑用係を逃すのも惜しいと思ってたな後ろめたさが隠しきれてませんよそれにしてもどうしてウリオさんはこんなにも熱心に医者を目指してるんでしょうかそして奴はどこへ行くつもりだ何やあの子らんかだんだん人気のないところに <laughs> <laughs> まさか次はこのオンボロ屋敷に住み着くつもりかオンボロ屋敷で悪かったなああ<ー>ちゃんしっかり誰かと思えばウリオさんなんかめっちゃちっちゃい子くっついてるあリあお腹すいたウリあ誰この人らおっぱいああああ おっぱい実際。どういうことだこれは。説明してくれ。それは、こっちのセリフだ。なんでお前らがここにいるんだよ。おや急に帰ってきたと思ったら、ウリュウが女の子を三人も連れ込むなんて、罪な男になったわね。お医者さん冗談はよしてくれ、マヒルさん。